いくつか質問があるんですけど、もともとこの夜一来普賢アラハンの4ステップなのはお釈迦様の時からそうなんですか、それとも誰かが作ったステップで、もともと順番違うとか、この4つじゃもともとなかったとか、そういうのはあるんですか。昔から4ステップなんですかっていうのと、 あと特に、夜では3つが消えて、その後一来で三毒が、本人知が薄くなって、で普賢で欲と怒りが消えて、でその後アラハンで残りの5つ全部消えるって書いてあったんですけど、特にこの一来と普賢で、一来で怒りと欲が弱くなるって どういうことだと思って、その弱くなった消えた、弱くなったっていうのはどうやって判断するのかなと、自分の主観で、ああ怒りと欲が減ったな、あんまり怒んなくなったなと思ったら、もうそれは夜から一来になったと捉えればいいんでしょうか。なんか普賢はもうその怒りと欲がなくなりましたって書いてあったので、それはなんか普賢になったのがすぐ分かると思うんですけど、こう弱くなったっていうのはどう評価するのかなと。以上です。あのね、質問が長くなると答え難しくなって理解も難しくなるんですね。質問する場合はできるだけポイントだけしっかりして、これは何ですかっていうのをね聞いた方が、質問する人に理解しやすいんですね。それは自分の思考の整理っていうことになるんです。しゃべりながら考えるっていうことはやめた方がいいんですね。それよりみんなしゃべってから考えたから最悪はい、答えていきます。鎧一来普賢アラハンというのは、まあ経典に出てくる単語なんですね。どんな経典もないんだけど、まあその経典のコンテキストにもよりますから、お釈迦様の説法の内容にもよりますから、まあお釈迦様が説かれたステージなんですね。誰かが救ったものじゃないんですね。言葉をお釈迦様が入れた言葉で、まあ言葉は言葉だから別に言葉にあまり引っかからなくてもいいんですけど、まあお釈迦様が救った言葉だから、もうギリギリ正しい言葉を選ぶでしょうね。それ次のあなたの質問はね、まあ答えますが、これはこの真理どこまで分かったのかというステージなんですね。真理分かってない人は、まあ、ボンブ一般人で、真理は、まあ、4回程で理解していくんです。で、それよりも実際、もっと具体的に考えてるんですから、この人はこの感情を作って、煩悩を作ってね、存在に強烈に愛着を持っているんですね。存在に愛着するならば苦しむことはもう定め決まっている。なぜならば存在するという命という何かないんです。あるのはもうずっと一貫でするあるファンクション
機能なんですね。生きるということは止まるものじゃない、いつでもすぐ壊れるものです。でちょっとしたことで壊れるものです。だから生きることに愛着ある人はずっとこれ壊れないように絶えず努力しなくちゃいけないんです。だから我々は多重構想でその努力をやってるんです。まあ食べたり運動したり勉強したりするのは一番分かりやすい、まあ意図的な行為で、それはそれほど生きることに関係ないんです。それは中止したからといって生命は死ぬわけじゃないんです。まあ食べることはどうしても一緒ですけど、人間だけただで食べれないんですね。自然界では食べるものは用意するんです。それにお金払う必要はないんです。カピバラはお金払ってないんです食べるものはもらう。で他の自然界の動物たちもお金払って食べてる動物はないんです。人間だけです。でまあ食べなかったら死ぬって、だから食べなくちゃいけない、いくら面倒くさくても。だから命に愛着ある人が食べることには強烈に気にならなくちゃあかんですね。何をどんな風に食べるのかとかね、すっごい苦労するでしょ、生きることに。食べる、ただそれだけにね。まあ、不幸を背負ってるのはこれ人間だけだからね。まあ、人間が生きることに愛着ありすぎちゃって、結構苦しみを増やしてるんです。それがこの必ずやらなくちゃいかんだけど、まあそちらでいろいろ程度があったり、程度コントロールしたり、まあいろいろいくらかの振りは聞きます。しかし呼吸はどうですかね。ちょっとでもやめるわけにはいけません。心臓の動きはどうですかね。心臓が出来上がる前からも鼓動を始めているんです。心臓に割り当てられる幹細胞から一部割り当てられますからね。その時からも仕事をスタートで、だからもうそういう生きる仕事っていうのは瞬間も休むはできませんだから、人間の意識から離してこの心の無意識の割愛だけでそれを続けて、まあ、やってはいるんですね。でもトラブルないわけじゃないんですね。で一個一個の細胞を見てもそれは単独で生きてるんですね。細胞はずっと頑張ってるんですね、生き続けようと。だからなんで生きることにそんなに愛着あるのかいと、それは人間分かってないね。なんでそんなに生きていきたいんですかね。なんで死ぬのはそんなにも嫌がるんですか。また生死で分けたら生も理解してないし死も理解してないし、しかし生に愛着、死はすっごく嫌がるという、これ一緒に起こるんだからね。一緒でなくたっても生死の流れで起こるんだから、これ精神的に大変なんですね。
極限の愛着と極限の嫌味恐怖感隣り合わせで並べていくでしょう。感情がそのシステム誰も分かってないんですね。お坂さんもおっしゃったんだからまあだら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 言ってるんだけど、お坂様の教えがどこでもないんですね。で修行とはこの生きるとは何ぞやと、それを研究することなんです。そのシステムどんなふうに成り立っているのかどうかね。で修行者にいきなり生きることを研究しなさいと指令しちゃうと、もう何もできませんよ。この極限に無知でその意図ではもうこんな課題を与えたらね。だからお釈迦様は偉大なる師匠ですから、ちゃんとレッスンに分けて、まあこういうふうにやってくださいと、それはお釈迦様が教えた修行方法になっているんですね。修行プログラムはこのどんな人にもこの超越したこの心でね、まあ、生きることのからくりね発見できるように、まあプログラムを作って教えているんですね。やらせているんです。だから一人一人が自分でやらなくちゃいけない。それだけ科学みたいに科学に興まる誰かが何か発見したら、我々もそれニュースで見て、ああ分かった、こういうことだと、まあ、そんないい加減な世界ではね、ああこういうことは言ったっても本当かどうかも分からないしね。我々は地球が丸いと進行しているような感じですね。誰か誰か言うからそうでしょうと。私たちはその経験はないしね。だからこれは人の話信じて死んでても理解できるものじゃないんですね。生きることには愛着ある。だから誰かさんが誰かさんが自分の命に愛着あるんだよと自分で言ったっても自分にそれ関係ないんです。誰かさんが死にたくない死にたくない何度知っていてもこの病気治してくれと泣き叫んでいるんだよと、あなるほど、まるまるさんが生きることにすごい執着を持っているんだとかね、自分に関係ないんです。それはだから生きることに愛着を持っているのは自分だから、自分でその宿題をやらなくちゃいけないんですね。そうすると心理のシステムがじわ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 と見えてくる。それも人に自分の自力で発見できないんだから、まあ師匠体やらね、まあ何て言いますか、一切現象は無常空無我であるとか、一応お釈迦様は全部答えを出しているんです。あなたは実験してみてください、あなた正しくデータ取ったらこの答えになりますよ。だからものすごい楽ちんで実践できるんです。個人個人が何を発見したってもそれはブッダが教えた真理と関係ないならばもうゴミとして捨てます。それで命の仕組みをね、自分の命を観察することで分かると、その分かるレベルに合わせてなんか愛着ついてもちょっと考え直さなくちゃいけなくなるんです。これすぐ起こらないんですね。最初はいくらか瞑想教え通りで進んじゃうと、どうで私が進んでるでしょうとかね、
もうそんな話じゃないんです。そんな強烈な愛着を作るためじゃないんです。よし、あなたはとても瞑想進んでるんだと、こちらで反抗してあげなくちゃいけない。ということは悟りから遠ざかったということでしょ。もう愛着作ったんだから、初期に私はどんなステージですかと聞くんでしょ。だから正しいことはあんた一緒にいるところじゃないと、あんた脱線しているんだよと。それはあなたに関係ある世界じゃないんだと。だから超いい気分になることを期待して瞑想してくださいと。それとそれはもう何て言いますか、アウト。で、それで因果を因縁によって成り立つものであるとね、瞬間でしか何も成り立たないんだと言うと、そのなんかその人にとって、それはよう分かる。まあ一応プログラムありますけどね、それは皆さんに教えられませんしね、まあちゃんと瞑想指導のプログラム、テキスト全部あります。それは日本訳して出しません。で、日本訳ありますよ。誰がどう見立っても、それは読み取って切り抜くことは不可能です。オープンにやります。こんな順番でこういうふうに、こういうふうに。知恵はこういうステージにありますよと。それは素人には発見でいい。隠してないんです。だからそういう、まあ、ちゃんとしたね、あのカリキュラムもあります。それで、このステージについて聞いてるんだから、それで真理を発見する過程で、その人の命に対する愛着消えるんですね。で、応答で消える。ここまで分かった、いい、なんだこれはっていう感じになるんですね。だからこのマジシャンのネタがバレたような感じ、あ、そういうことですかと。で、そういうことで、この発見じゃなくて愛着捨てることは術のステージで起こるんです。だから悟りは4つのステージに分けて、専門用語で分けているだけですね。お釈迦様はそういう夜か一来か不現かとおっしゃってなくても、愛着は4段階で破れていくんです。この4段階は瞬間で破れるか、随分時間かかるかということは、それはその個人のやり方次第です。一分も足らないうちでもう四つの愛着も消えてしまうかもしれません。だから四種類の愛着は何なのかと聞いちゃうと面倒くさいんだから、これは別種な専門用語で受血に分けて、まあ説明、受血、血、束縛、命の手は10ありますよと。だから、まず3つ消えちゃいますし、次2つは柔らかくなるし、次2つは消えて終わっちゃうし、最後に残り5つはいっぺんにまとめて消えちゃうということで。だから、まあそれを説明するために、いろいろ、工夫を使ってますね。そういうことで4つのステージがありますよ。だからこの愛着が減る順番、
まあ、即試験でもね、例えば高校の勉強もしていない中学生ですけど、じゃあ博士学位 先に取りますと、それ終わってからあの高校卒業しますと成り立たないね。インドにいるんだけど、なんかこのまだ14、5歳かもしれませんだけど、博士でアメリカ大学は授業もやってるんです。で、その風な子供頃でも全部学問終わって、もう教えることも始めたからって言って、で、あの子の生徒たちはみんな、みんな年上なんです。いろんなネットで出ってますね、愛称しゃべってることやらいろいろ。まあ、だから言いたかったのは、そのような人であっても、15歳になる前に、全部勉強終わってると。でも順番で言ってるんです、あの1ステージは全部でないと優秀な大学はね、博士号はあげないでしょ。全部チェックして、あ、 OK ということで、いきなり大学院に入れてあげて、でその前に自分がいろいろ自分がやった研究あれこれ出して学士レベル完了して、その OK もらってから、まあで研究して、まあそれも半年で終わったら終わり、もう仕方がないんです。だからもう40歳であっても博士研究終わってない人もいる。毎日勉強していますけど、ですから、まあ即席のことにしたっても順番は順番、これはもう飛ばすことはもうできないんです。だから全て因果法則に関係ありますからね。そういうことで、まあ夜化からの順番はもうどうしようもないんです。だから結論としての答えは、この命に対する愛着、それはもう訳も分からなくて愛着だから無明無知ですね。システム分かってないんだから無知。システム分かると愛着に与えないんだと。あ、私が今発見したところでは愛着に値するものは何もないやと。で、愛着捨てちゃうんですね。そのセクション何なのかというと、この絶対変わらない自我があるんだとかね、人は死んでも魂は死にませんよとかね、魂は永遠不滅だよというような低次元的な自我は最初に消えるんですね。それ聞いたら、まあ、やるかということになるんです。それから、この、受血で説明すると、3つ、やるかなくしちゃって、1例以下は2つ弱くする。まあ、怒りと、パチガムサルディスタッチ。他的一些一些不同的他们讲的要保护。で、欲と怒りと言ったっていうのは、この低次元的な欲怒りじゃないんで、その場合は。我々の日常を感じる欲怒りじゃないんです。これはかなり知恵のレベルの欲と怒りなんです。だから、実体がないと分かった。それと同時に世界で教えてる
すべての宗教が勘違い、脱線している、勘違いしていると分かる。すべて魂があると教えているでしょう、ね。あるいは逆に、ユルブス的な人々は、物質のみやと言っているでしょうね。あるいは勘違いやと。私言っています。と同時に、世界にある、もう心を柔らかにする方法、神と一体になる方法とかね、無数に修行法を語られているでしょ。すべてゴミと分かるんですね。これは戒言書という言葉で教えているんですね。相当自由になるんで、でもそれでも生きているでしょ。生きていると命を支えるものを入れて、命を害を与えるものを避けなくちゃいけないんですね。それが欲と怒りと言ってるんです。我々知ってる欲と怒りと違うんです。もう聖者になったんだから喜べね。だから聖者です。聖者の欲があるんだから言って、こらてめえとか言うのないんで、まあ言うかもしれませんだけど、面白いんだから言葉は。でも気持ちはないんです。でも命をサポートするものは取り入れて、命に害を与えるものは避けたりして、まあこれも大変ですよ。命を続けているんだから。でさらに修行すると、こんなにやらなくてもいって、なんかあの気持ちも薄くなるんです。それで地雷化に不言化というんです。命を支えるためにここまで苦労する必要もないんだよと言ったら、不言化で人間死んじゃったらもう人間には絶対戻らない。だせならば人間になったらと、この仕事をしなくちゃかんでしょ。命を支えるという、そうすると怒り欲が一緒なんです。命を支えるものを取り入れて、命に害を与えるものはもうダメダメダメとかね。だから人間に戻らない。で梵天に生まれる。梵天では命を維持するために特別何もしなくてもいいんです。それは地球は自転するような感じでもう回転するんです。そこでだから我々に理解できる次元の生命ではないんです。で認識だけ流れるんです。だから認識っていうのは何かあってもなくても認識は証明するんだから、でそれは認識証明しているんですね。でそれもやめちゃおうと、そこでやめるんです。それであれかんですね。でこれ人間で全部なくなったら、あらかんになったら感染煩悩なくなっている。でそれからこの物質的なものだけあるんだから、それは壊れるまで今待ってるんです。それだけ。だからその間でまあ人に心理を教えたり、人は心理の方に案内したり、どうかいろんな何をやってるんです。別に義務感があるわけでもないし、この物質的な構造がまあどうせ衰えて壊れるんだから、そこまで待っている。それはあらかんということになるんです。はい、説明は以上です。ありがとうございます。